100社以上もあるさまざまな業種の会社から料金や発電方法などを選べる電力の自由化例えばあるコンビニ店では契約すると毎月そのコンビニチェーンで使えるクーポン券がもらえたり他にもですね石油会社ではガソリン代が1リットルあたり10円安くなるなどの特典があります。電電電力会会社社からら他ののの業種の会社に切り替えても全ても気は今まででと同じ送電網で送網れるため 停電しやすくなったり電気の品質が違うということはありません自由化は明日4月1日から始まり1日を過ぎてからでも契約していた会社を変更することはできますまた自由化を目前に控え悪質な勧誘も増えていますので怪しいと思ったら契約せずに消費生活センターなどにお問い合わせください